ニチャンネル始まるよ。はい、こんにちは、パープルあさみです。 We are four。 夏が来た、本日の企画、流しそうめんスライダーをやってみた。ほら見て、こんな大きい段ボールが届きました。流しそうめんの機械を買いました。で、今日はそれをやります。パープル初めての流しそうめん、なんでいるかね。早速ね、これを開けていきます。うん、レディゴー。あーオープン。うん、うじゃじゃじゃーん。はい、流しそうめんスライダー。もう今ので、もうちょっと着替えちゃった。え、これさ、人入れんじゃね。ゴミ箱に捨ててるま、捨ててます。邪魔。組み立てていきたいなって思います。パープルね、こういうのすごく苦手で、バカだからバカだからわかんねえんだよ、こんなの。次で、とりあえず説明書見ながらやっていきますね。はい、まず、はい、この裏側にあるこれ見ながら私はやってます。説明書なんか文字が多くてよくわかんないんです。オープン。うわー、今日はいろんな色のそうめんを買ってきました。で、今からね、このね、きれいなそうめんを茹でて、この機械にぶち込んで食べていきたいなって思います。イエイ。じゃじゃーん、見て、めちゃくちゃ綺麗でしょ。めちゃくちゃ綺麗でしょ。めちゃってことで、早速流しそうめんやっていきたいなって思います。
いろんな色によって味があるんですけど、なんかつゆにつけたら全部同じ味です。見て、次パープルいきます。しゃー、パープルゲット。あー、パープル、ブルーベリーの味がしました。パープル、すごい。いろんな種類の麺が入ってるのも綺麗ですね。あー、うわー、ハリボーゲット、おいしい。濡れてるの？え、みんなやるとき気をつけてください。はい、ということでね、今ちょっと食べ終わったんですけど、初めてね、家で流しそうめんスライダーをやってみたんですけど、まあ普通に楽しかったです。なんですが、ちょっといろいろトラブルがありすぎますね。まずね、水が結構漏れるんですよ。下は絶対に絨毯よりか床の方がいいかなと思います。めんつゆとか床に置いちゃうと、やっぱり匂いとかついちゃうんで、めんつゆとかはテーブルの上にちゃんと置くようにしてください。2人以上でやるべきかなと思います。1人でやってもね、大変なんです。はい、これからお姉ちゃんとおいっ子めいっ子たちが遊びに来るので、一緒にもう1回第2回戦をやりたいなって思います。動画を最後まで見てくださりありがとうございます。この動画がいいなって思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。パープルは年内までに登録者数1000人目指しております。ポチッとなお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。せーの、パープル、あさみでした。ならはるか彼方まで